どういう展開になると思いますか。まあ、1ラウンド、キャノモス選手はやっぱり組の選手なので、まあ、打撃も振りますけど、組技の圧力をかけていきたいキャノモス選手に対して、まあ、朝倉選手も多分こう詰めていくとは思うんですけど、そこまで行き過ぎない距離でプレッシャーをかけながら、このプレッシャーのかけ合いのまず立ち合いになりますよね。でそこで、まあ、サウスポーに対してキャノモス選手がちょっとどうなのかなって思うところがあるんで、まあ、そこで攻め手を見つけられなければ朝倉選手の打撃がどんどんこうヒットしていくのかなと思うんですけど、とはいっても組技があるので行ったところにこう合わせたりとかっていう動き、クラッチとかされた時になんだこの怪力っていう風に思うとコントロールされちゃうかなと思うんですけど、まあ、どっちにしても1ラウンドのそういう主導権争いすごく大事だなと。でこういうタイプの選手って1ラウンド乗るともう 2,3 ってこうどんどん上がってくるんで、立ち合いはすごく大事かなと思いますね。バリエーションは持ってるとは思うんですけど、やっぱり今の2試合見ても自分からこう圧力をかけた上で組んでるので、プレッシャーがかかってくると取れる可能性は高いのかなと。だからそこは朝倉選手がうまく対応して距離入ってきたら切って何か当てるとか、そういうゲームというか、そうですね、まあ、あとはもう組まれてもいいよと思ってどん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 プレスかけていくかもしれないし、まあ、そうなるともう本当に5分3ラウンドタフファイトになるんで、お互いにとってきつい、その試合の時はもう後半勝負、3ラウンド目にどっちかが勝負かけるみたいな展開になるような気がするんですけどね。まあガンガン来ると思いますね、ケラモス選手は、うん、レスリングの展開が多い試合、朝倉選手が自分から組んでいくっていうよりはまず打撃で作るとは思うんで、ケラモス選手がどこまでこう入っていけるかですよね。ガンガン入れるようだったらもう組の展開にはなると思うんですけど、まあ、1ラウンドでだいぶこう分かるのかなみたいなのは思いますけどね。打撃ではケラモス選手どっちがあるか、その一撃の破壊力、こう持ってく力はキャラモス選手の方がこうガチってあるかなとは思うんですけど、この細かいフェイントとか打撃技術っていう意味で言うと、まあ朝倉選手の方が多彩なんで、キャラモス選手は雑なんだけどそれが強みみたいなところもあって、まあ、そこは多分試合の中でこう朝倉選手が攻め手を見つけれると思うんですよね。ここ雑だからこれ合わせれるなとかで、どんどんこうペース取っていってボディ効かせたり、ボディ効いてきたらこの顔面打っていったりとかっていう組み立てをしていけばいいのかなっていう気がします。一発振ってもこういう相手に当たらないんで、なかなか、まあ、そこまで考えてると思うんですけど、雑なところはやっぱり今も見てて思いますよね、うん、レスリングの展開だと、あ、組んで用意どんで組んだらケラモス選手の方がやっぱりパワーだったりコントロール一本取る力っていうのがあるんで、だからそこでいい形まで組めるかっていうところですよね。今回中島選手と堀江選手の試合はいい形で自分から組んでポジショニング作って一本までいってるんで、そこまでいい形で組んだらテイクダウン、ポジショニング、パウンドだったり一本までは見えるのかなというふうには思いますね。堀江選手の試合の時もこう不完全なとこから持っていく力を持っているので、形にすら入らせたくないとは思いますけどね。こう浅くても持っていくみたいな、テイクダウンされなければ一本まではいかないのは確かなんで、まあ、そこの勝負かな、守れるとは思いますけどね。はい、難しいですね。3ラウンド判定朝倉選手ですかね。立ち合いを制して2ラウンド3ラウンドしっかりこう攻め手につけて突破していくと思います。